今日は楽しいペイントの方法をお伝えします。これはちょっと何を使って描いたかと言いますと、こちらの綿棒を使ってこの鍋敷きに色をつけてみました。簡単にこうやって綿棒に絵の具をつけたら、このラディッシュのこの赤いところにこうやってもうただ塗っていくだけなんですね。ちょっとこうやって塗っていくうちに色が入ってきますので、この光ってる黄色いところには今度反対にこの黄色い色を綿棒につけまして、この光ってるところにちょん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 って優しく押すだけなんですね。こんな簡単にペイントすることができるんです。皆さんも夏休みの宿題にいかがでしょうか。今日は、綿棒、こういう綿棒を使ったり、あと指でこう色を入れていって描く方法もできるんですよ。今日は楽しいペイントの方法をお伝えしました。フェアリーガーデンでは楽しい手作りの方法をお伝えしています。